我が怒りを知れ。無駄だ。何？ふっ。いや。さあ、メインディッシュを平らげるとするか。華々しく散るがいい。懺悔の時だ。断罪する。神の怒り、その身で味わえ。消え失せろ。俺の強さは未踏の高みへと至りつつある。はい、どうも皆さんこんにちは、きなです。今回ですね、ドラゴンボールレジェンズ最新情報となっております。こちら新キャラクター情報ですね。新キャラロゼ登場いたします。はい。ただ通常 SP なんかなで登場するカマロゼですね。クソかっこいいでございます。でこのテキストをね、海外版でこれ今リークされてるというか、日本のレジェンズの公式さんではツイートされてないんですけど、海外のツイートで、発表されてますね。で、この英語のテキストを翻訳してきたものがあるんで、そちらを紹介していこうかなと思います。はい、出します。ちょっとね、緊急で作ってるんで見にくいかもしれませんが、喋っていきますね。画面消すか。はい、新キャラ情報、ウルトラスーパーサイヤ人悟空ブラックロゼがドラゴンボールゲームズバトルアワーの2023で発表されました。このキャラクターの能力などの詳細については3月14日に、予定されているリビール&スタッフをチェックしてくださいということなんですけど、多分この最後のね、リビール&スタッフっていうのはゆるレジェじゃないかなって思ってますね。うん、3月14日で言うと火曜日だったかな、確か。なんでまあ、時期的にもね、合っているというわけで、はい。まあ、来ますね。いや、クソかっこよかった。冒頭にね、新キャラクターの、演出ね、乗っけておこうと思うんで、ぜひご覧ください。いや、いいね。久々に震えましたね。で、こちらのね、レジェンズ、バトルアワーで、なんか他にもいろいろ発表されてるんですけど、新作のね、ドラゴンボールのゲームが出てきたりっていうので、かなりね、盛り上がりを見せてるみたいなんで、これからはちょっと情報をね、逃さないように視聴していこうかなと思ってます。さあ、そのわけで、レジェンズの画面戻ってきましたが、ロゼはですね、現在、かなり多くね、キャラクター実装されてるんで、やっぱり、人気キャラクター、そして運営にもかなり好かれてるってことで、いやー、どの色で出てくるかって話なんですけど、アホだけは一応ロゼ登場してないんで、アホなんかない。いや、でもそんなことはない気がするな。この前のイベントトランクスが、青属性だったんで、まあさすがにそういうこと被せてくるとね、いきなり潰すじゃんってなるんで、まあ、他の色になってくるかなと思います。特に、怪しいのは、そうだな。カマロゼは全開覚醒したばっかりだから、そこは被せてこない。だから紫は多分ないとして、緑もね、このキャラクターが全開覚醒しそうな予感はあるんで、そこと全開アビリティを乗っけるようにしてくる、もしくは外してくる。緑の説は結構ありそうですね。最近は全開覚醒のキャラと、新キャラクターをね、被せてくる傾向にあるんで、うん。このロゼ覚醒、緑ロゼ登場みたいな可能性は結構ある。ただ、このキャラクターが覚醒すると、結構やばいことになる気がするんで、まあ、そこをしちゃうとこっちの方が強くなるんじゃねっていう心配は結構ある。でございますね。で、黄色は正直使われてないし、赤も使われてないんで、まあ、この可能性も結構あるね。だから、まあ、黄色、赤が一番濃厚で、緑もかなりありえそうかなっていう気はしていますね。はい。特にね、赤なんかで出してくれると、このね、ロゼの全開アビリティがね、巨大な敵だったかな？赤の巨大な敵なんで、しかも Z アビリティもかなり強いんで、超優秀なアビリティ枠、兼、まあ、出そうと思えば出せるデバフ性能があるんで、まあ、かなりね、面白い感じになってくるかなと思うんで、僕はまあ、赤結構希望かな。うん。で、現環境最強のですね、あの子ね。はい、ゴジータブルーね。
ゴジータブルーを意識するんだったら、まあ、黄色のね、ぶっ壊れって感じで出してきそう感はありますね。うん。なんで、まあ、そろそろ黄色のぶっ壊れ来るかなって思ってたんで、まあ、黄色、赤、黄色か赤の可能性が結構高いかなっていう風に思いますね。ゴジータにね、有利取られちゃうんで、そうだな、緑は結構ありえないかな、ありえないっていうか、可能性としては低いかなと思います。この前の身勝手も緑だったからね。なんで、うん。まあ、皆さんが期待してるのは黄色かなって感じだけど、僕がちょっと来そうかなって思ってるのは赤みたいな、そういった感じですかね。はい。てなわけで、今回ですね、新キャラクターの、ウルトラ、海外はウルトラって言われてるんか。ウルトラ、スーパーサイヤ人ロゼって言われてるんだね。ただ、ウルトラ、キャラクターではないですね。なんでまあ、結構引きやすい、カモロゼが出てくるということなんで、かなり、期待していいんじゃないかなと思いますんで、皆さん、ぜひガチャね、僕も引こうかなと思ってるんで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。そんなところで、今回の動画は終わっていこうかなと思います。はい、また、レジェンズランキングのね、動画とか、昨日ね、撮れなかった動画とかもあるんで、そこら辺をね、展開していけたらなと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。そしてこいつがスーパーベジット。俺を倒して証明してみな、お前の強さを。よっしゃー、メガスーパーベジット。あれだけいろいろ合体してその程度とはな。たまには苦戦してみたいもんだぜ。